日本が大好き。これだってあれやん、6年前のツイートやもんね。ペリカンズ時代のツイートでしょ。ありがたいよねこれは。あ、これが今シーズンのジャパンゲームズのやろ。日本に行くのが待ちきれないわ。私はそこに2つのゲームを持っていることを非常に興奮しています。待てない。女性の言葉になってるのがまた可愛いよねこれは。個人的に一番好きなのこれですね。そのゲーム時間の赤ちゃん、ロケット行く。ロケットの絵文字をいっぱい、要するにあれやろね、あのゲームタイムベイビー、レッツゴーロケッツっていうことやと思うんですけど、これは最高のツイートやね。で、一番最近がね、日本の NBA ファン、あなたはマイケル・ジョーダンのドキュメンタリーを愛してます。 Yo, he's not wrong, he's not wrong。 間違ってはないよね、日本のファン、ラストダンス愛してるからね。言い切ってるところがまた気持ちいい。もう素晴らしい、ほんまね、ありがたい。エアーゴーダンや、さすが。もう今の時点では多分エリック・ゴードンが高校時代日本語をちょっと学んでたっていうことは皆さんもご存知やと思うんですけど、それだけで好感度上がるし、もう好きになっちゃいますよね。ほんま応援したくなる。日本人とかジャパニーズアメリカンとしてはすごい嬉しいことやと思います。でも日本語でツイートする選手っていうイメージだけやとちょっともったいないし、彼はそれ以上の選手なんで、今日はなるべく簡潔に彼のキャリアについて語りたいと思います。リフト AF。こんにちは、リフトです。最近のエリック・ゴードンって言ったら、まあ多分その若いファンとかからしたら、彼はロケッツでの、優秀なロールプレイヤー、まあスターに近いロールプレイヤーっていうイメージがあると思うんですけど、 NBA に入ってきた時とかその前はもうほんまね、化け物っていうイメージしかなかったんですよ。高校の時のランキングで自分の学年の中でゴードンは、2位やったし、このクラスまためちゃめちゃ強かったしね。ケビン・ラブ、OJ ・メイヨ、マイケル・ビーズリー、デリック・ローズ、その中でもものすごい目立ってたし、高3の時には今よりは細かったけど、体つきからしてもう NBA 選手っていう感じやったんです。自分が高3の時のことを考えると、バックボードを触っただけだーって言ってたような、もうレベルが全然違いますよね。まあ比べてもしゃあないけどね。でまあ皆さんもね、 YouTube で多分、ゴードンが高校生の時にデリック・ローズと同じ AAU チームでプレーしてるハイライトとかも見たことあると思うんですけど、この頃からシュートは入る入る。ほんで今でもたまにやる、左足からジャンプしてワンハンドのトモホークダンクを当時からやってましたから、若い16歳17歳の時から彼は期待されてたんです。にしても恐ろしいですよね。ちょっと想像してみてください。明日 AU のトーナメントがあるから、ちょっと対戦相手誰かチェックしてみようっていう、エリック・ゴードンとデリック・ローズのバックコートが出てきたら、もうずる休みしようかなって思いません？そんなわざわざ交通費出してボコられに行きたい？恐ろしいわ。まあでもちょうどこの頃ですね、彼が日本語を勉強してたのって。まあそう考えるとちょっと可愛らしい、微笑ましいですよね。大学に行ってもその無双モードは続いて、インディアナ大学では1年棒として20得点以上アベレージして、モックドラフトとかではトップ3、トップ5ピックってずっと言われてたんですけど、最後の方監督が急にクビになったり、ゴードン自身も手首の怪我をしてしまい、そのせいでちょっと、ほんま若干ね、ちょっとだけスランプになってしまったんです。それでも2008年のドラフトでゴードンはクリッパーズに8位指名をされました。1年棒として20得点以上アベレージしてましたから、得点力、スコアラーとしての素質は間違いなかったんですけど、身長があんま高くないからオフェンスではその大学の時のようにショットクリエーションができるのかとか、ディフェンスでは自分よりもでかい選手をちゃんと、ガードできるのかっていうのが大きなハテナマークやったんです。で、あとは大学では主に、シューティングガードをしてたんですけど、もし NBA でシューティングガードにしてはちょっと小さすぎるからポイントガードに変えますってなった時に、ちゃんとポイントガードスキルを磨くこともできるのか、これも彼にとってのキーポイントやったんですね。小柄なシューティングガードっていうのは結構、バストポテンシャルが高いから、最初はゴードンもヘルメス、当たりになるか外れになるかわからないような選手でした。まあでもそういうクエスチョンマークもすぐに消えて、ゴードンは新人シーズンも2年目も活躍することができた。ほんで2010年なんて、まあ今はワールドカップって言われてますけど、当時はワールドチャンピオンシップのアメリカ代表チームに選ばれるぐらいの選手に成長して、そこでは特にディフェンシブスキルとシュート力を発揮することができた。今までもワールドカップとかオリンピックにアメリカ代表チームに選ばれて、そこで活躍することで次のシーズン、NBA で急激にスターになれるっていう選手はいましたから、2008年のオリンピックの後とかウェイドとかメロ、まあ
前からスターやったけど、2008年2009年シーズン2人ともまたワンレベル上げたプレーを見せてくれましたし、今回勝てまあアメリカちょっと残念な結果になってしまってましたけど、ジェイレン・ブラウンとかもものすごいレベルアップしましたからね。だからゴードンも同じように2010年の夏に、チーム USA の一員になって、次のシーズン2010年11年シーズンに本格的なスターになり始めた。得点アベレージではトップ15、22得点やったかな。ほんで1年目はずっと怪我で出れなかったブレイク・グリフィンの、まあ言うてみればルーキーイヤーですね、にこの2人のおかげで、まあそれまでは笑われてもしょうがないようなチームやったクリッパーズがリーグの中でも屈指のエキサイティングなチームになることができた。まだプレーオフチームではないけど、ほんまあのこのチームが見たいっていうランキングでは余裕で上位に入ってましたよね。個人的にはロブシティよりも全然おもろかった。まあもちろんブレイクがあれだけ身体能力がずば抜けてる選手やったっていうのが大きいんですけど、彼とピックアンドロールをしたり、まあ彼がその中で勝負できるようにスペーシングを作ってくれてたのは、外からシュートをできるエリック・ゴードンがいたり、まあシュートだけではなくパスを出せるゴードンとか、あとはまあバロン・デイビスとかがおったから見てて楽しいチームやったっていうのをすごいよく覚えてます。まあそれプラス当時はゴードンね、若かったし、まだ怪我とかもあんまりしてなかったから、彼自身のバネとダンク力も半端なかったですね。例えとして今のブラッドリー・ビールからスムーズさを引いて身体能力をもっと足したような選手やったんですね。でそのスムーズさを引くっていうのも別に悪いことではないんですよ。あんまりそうごっついから、ゴードンはローンアテストとかもそうでしょ。ごっつすぎてなんかこう動き方がガタガタというか、強すぎて動き方がパラパラ漫画って言ったら伝わるかな。だからとにかくゴードンとグリフィン、この二人中心としたクリッパーズがこれから期待できるぞと。ほんでゴードンもその最初の2、3年負け続けてたから、やっとその負けトンネルから抜けることができるような雰囲気がしてたんです。ただ一つ心配な点がありまして、ゴードンは素質的にはフランチャイズプレイヤーになれるような能力を持ってたんですけど、ちょくちょく怪我することがちょっと気になるポイントやったんですね。まあでも怪我さえしなければ1年とか2年後にはトップ3からトップ5シューティングガードにはなってるやろというふうに未来は十分にポジティブやったんですね。しかし残念ながらこのオフシーズンにゴードンはトレードされてしまった。まあこれだけはしょうがないんですよね。というのはクリッパーズが獲得した選手といえばもちろんクリス・ポールスーパースターですから。だからクリッパーズ側の人間とかクリッパーズファンはこんなスーパースターを獲得できるチャンスなんてほとんどないから、やらないと後で後悔するようなトレードやっていうことは分かってたんです。でもやっぱりせっかくドラフトして育てた22歳のエリック・ゴードンをトレードしてしまうっていうことは喜んでできるようなことではなかったんですね。ゴードン自身もこれまでずっとクリッパーズで弱いクリッパーズね頑張ってきて、やっと強いフェーズに移れるって思ったのに、今度はまたもうクリッパーズ以下の再建チームホーネッツに移らないといけないことになってすごい落ち込んだんです。しかもホーネッツとの1試合目で彼はいきなり膝の怪我をしてしまい、それが悪化したせいで結局そのシーズンは合計9試合しか出場できなかった。まあゴードンなしのホーネッツなんてネタがない手巻き寿司パーティーみたいな感じでクソ弱かったんですけど、まあそのおかげでドラフトロッタリーではナンバーワンピックを獲得することができ、それでアンソニー・デイビスをゲットすることができた。でもまたここでイランドラマが発生したんですね。ゴードンはホーネッツにトレードされてからやっぱりなんとなくクリッパーズに戻りたいなとか思ったりして、どうしてもニューオーリンズが好きになれなかったんです。なので彼はそのオフシーズン制限付きフリーエージェントになってたので、フェニックスサンズからの4年58ミリオンのマックスオファーを受けました。サンズはちょうどエースのスティーブ・ナッシュがレイカーズに行ってしまって、新しいフランチャイズプレイヤーを探してたし、サンズの医療スタッフっていうのがメディカルスタッフは NBA でも一番優れてるんじゃないかって言われてるので有名ですし、それプラスマックスオファーをくれたっていうことでフランチャイズプレイヤーになりたくてマックス契約を望んでて、ほんでシリアスな怪我から戻ってこようとしてたゴードンにとってはサンズは完璧なフィットやったんです。でもさっきも言いましたが制限付きフリーエージェントやった。要するにそういうタイプのフリーエージェントは他のチームからのオファーを受けても、もともとおったチーム、この場合ホーネッツですね、がそのオファーをマッチしたらその選手は元のチームに残らないといけないというルールがあるんです。それを分かっていながらゴードンはまあ NBA 界ではちょっとマナーとしてはやってはいけないことをしてしまった。ホーネッツがそのオファーをマッチするかしないかっていうふうに考えてる間にゴードンはインタビューで、もう一刻も早くフェニックスでプレーして
たいですと言うてしまった、まあ、ペリカンズに対してマッチするんじゃねえぞというふうに言うてるようなもんですよね。結局まあやっぱりその新しい新人アンソニー・デイビスの周りにはいい選手を置きたいからという理由で彼らはゴードンのオファーをマッチして、ゴードンはニューオーリンズに残らないといけないことになってしまった。クリッパーズからホーネッツにトレードされた時からなんとなく痛くないんじゃないかなというような雰囲気は出してたし、今回の制限付きフリーエージェンシーのトラブルでほんまにニューオーリンズに痛くないということが明らかになってしまったので、ホーネッツとゴードンの関係はもう最初からすごい複雑やったんです。その間膝の怪我が悪化したり新しい怪我をしてしまったりでオンコートプレーも下がってて、その上どうやら医者にはもう怪我も治ったからプレーしていいでという OK を出してもらってたのに、ゴードンはプレーをしなかったとか、やっとカムバックしたと思ったらなんとなくやる気のないプレーが見えてしまったり、まあ、こういうフロントと選手の間の問題っていうのはすごいややこしいので、実際何が真実かっていうのはわからないですけど、一つはっきりと言えるのは彼のマックス契約っていうのは当時ではもうトップというか、まあワースト級のワーストに入るような契約やったってこと。ペリカンズがトレードしたくてもできないぐらいやったんですね。やっと彼の契約が2016年に切れて自由になれるっていう頃にはクリッパーズ時代のトップ級のシューティングガードになれる、もう未来のオールスターやっていうイメージは完全に消えてて、ポテンシャルはあったけど怪我によってキャリアがあまりよろしくない方向に行ってしまった選手っていうイメージに変わってしまってた。おまけにチームによっては彼はその問題を起こすような選手やと、契約のことでうまくいかなかったからと言うてやる気もなくなってしまう選手なのかもっていうイメージも少しだけあったかもしれません。とは言うても選手同士の中ではほんまに誰がうまいかっていうのは実際に対戦相手として戦ってるので、イメージとかで決めつけるのではなくスキルでやっぱ判断しますよね。だからゴードンはイメージはダウンしてたかもしれないけど、スキル的にはまだまだエリートな選手やっていう風に分かってたスーパースターが一人いたんです。まあ、それが誰かと言いますと、もちろんジェームズ・ハーデン。2016年の夏にハーデンはゴードンに電話して、ゴードンが電話取ってから、おー久しぶりどやとかそういうのじゃなくて、もういきなりお前あれやろ、うちに来るんやろ、なあなあサインするんやろなあ。でその日からフリーエージェンシーまでだいたい1ヶ月ぐらいあったんですけど、毎日同じ電話をしてきたんですって。 Yo what's up とかじゃなくて、もう毎回出た瞬間に You signing with us or whatYeah, I bet, gotcha! みたいな。さすがにそれ30日間連続でされたら、もうロケツとサインせざるを得なくなったんでしょうね。ゴードンはヒューストンに行くことになりました。いやーでも当時はゴードンとロケツのフィットがここまで良くなるとは思わなかったですね。バスケ的だけで言うたら合いそうですけど、チームとのフィットっていろんな角度から見ないといけないし、第一ゴードンは怪我の問題かってあるから、ほんでそれプラス監督のマイク・ダントーニーがいきなりシーズンの序盤にゴードンをシックスマンに、まあベンチに下げた。まあでもそれが正解やったんですね。ゴードンはロケツでの1年目にシックスマン賞を受賞して、そっからこの4年間活躍し続けてます。オリンピックウェイトリフティングの練習を増やしたからなのかちょっとわからないですけど、ほんま高校以来の健康なプレーを保ててますよね。オフェンス面ではハーデンとかウェストブルックのプレースタイルに合ったスペーシングを作れるスポットアップシューターとして活躍できてますし、彼ら以外での唯一の、クリエイターとしても貢献できてます。これだけいろんな怪我をしてからでも、まあ、たまにねパラパラ漫画ですからなんか雑なプレーとかもありますけど、基本的にはボールハンドリングでもこう信用できる選手ですし、シュートだけではなくドライブしてフィニッシュしたり、ファールをされたり、外へのスポットアップシューターにキックアウトしたりと、ロケツにとってはもう貴重な武器ですよね。で彼のシュートって言ったら英語で言うと effortless、 こうジャンプをものすごいするスタイルのシュートじゃないんで、エネルギーをあんま使わずに、ほんでめっちゃ遠くから打てるシュータードリブルと逆でものすごいシュートフォームが滑らかですよね。彼の顔の輪郭といい勝負です。ほんでディフェンスではもちろん身長が普通のシューティングガードに比べて低いっていうのは事実なんですけど、腕は長いし、ほんで、すごいパワフルなんですね。フットボール選手みたいな体してて、それぐらいのパワーも持ってるので、リーグでもとても優秀なディフェンダーとして知られてます。去年のプレーオフかってね、ドノバン・ミッチェルに手錠をかけてましたもんね。そんなゴードンも今季の初め
はちょっと不調でして、少し心配やったんですけど、それは結局膝の痛みを我慢しながらプレーしてたっていうことやったんで、手術をして戻ってきてからまあ50点取ってたじゃないですか。だからそのスランプのことはもう心配しなくても大丈夫かなと思ってます。今シーズンの初めにロケッツに契約延長してもらったので、当分はロケッツで、彼の活躍が見れるんじゃないかと期待してます。優勝できるかっていうのがやっぱ楽しみですね。優勝チームのシックスマンって言ったらやっぱだいぶ変わりますよ、イメージも。ほんでまあそれはオールスターに選ばれなかったからちょっと残念選手やっていう人も多分中にはいると思うんですけど、個人的にはそこにフォーカスするんじゃなくて、怪我のせいでキャリアが台無しになってしまった選手っていうカテゴリーに入らないどころか、気持ちを切り替えてシックスマン賞も受賞して、ほんでオフェンス的には今でもエリート中のエリートに入るぐらいの選手まで戻れたというか、まあ成長できたことがすごいし褒めるべきやと思います。ロケッツでほんま新しいホームを、見つけることができたんやなっていう感じがして、ファンとしてもすごい嬉しいです。それに彼まだ31歳なんで、まあ、言うたらまだ全盛期中ですし、これからの彼の活躍にも注目できるっていうのはすごい贅沢ですよね、我々ファンからしたら。だからこれからもまあ、ゴードンは日本を愛してくれてる選手でもありますし、僕たちも同じように応援を頑張りましょう。はい、皆さんはエリック・ゴードンについてどう思いますか？コメント欄に書き込んでください。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ、平和。